ですね、佐々木選手のスピードがあってこそですね、そしてこのダンクですね、今度は佐々木じゃないよという、これはそれよドカンという強烈ですね、これはバスケの魅力が今詰まったようなプレーになりましたね。ベースライン付近を突破、今はほぼ高速